そうね、トレーニングルームを使ってみ。あまり海王神様を待たせてはならんぞ。はい。なんだかおっかない人だな。トランクスさん、準備はいかがでしょうか。海王神会に来ていただけますか。はい、もう行けます。ありがとうございます。それでその海王神会にはどうやって行くんですか。海王神会へはこのキビトが連れて行ってくれます。ではキビト、お願いします。はい。私は人間ごときを我々の聖域に踏み入れさせるのは抵抗がありますが、やむを得ません。なんだかこの人には嫌われてるみたいだな。では私のそばへ。はい。さあ、いいですよ。はいはい。これは瞬間移動ですか。ええ、キビトの得意技なのです。海王神会へようこそ、トランクスさん。ここが海王神会か。少し地球と似てますね。本来この海王神会は人間は愚か、神や海王ですら足を踏み入れることのできない聖域なのだぞ。そうなんですか。うん、その服装、この聖域にはふさわしくないな。え？すごい。お似合いですよ。そうですか。なんだか堅苦しいな。
それではもう一度ここであなたにやっていただきたいことを説明します。地球でも言った通り、あなたにはこの海洋深海に伝わる最強の剣を使ってもらいます。その名は Z ソード。誰も使ったことのない伝説の剣です。え、誰も使ったことがない？それってどういうことなんですか？実際に見ていただいた方が早いと思います。ご案内しますよ。この地面に突き刺さった剣が Z ソードです。私の知る限り、今まで誰もこの剣を抜くことができた者はいません。なるほど。だから誰も使ったことがないというわけですね。それでこれを抜くとどうなるんです？この剣自体がすごい切れ味なんですか？すごいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブーをもしのぐほどの。だが私はおろか、これまで何人もの海王神様でもどうにもならなかったものだ。人間などが引き抜けるはずがない。そんなのやってみないとわかりませんよ。ふん。よし。ん？くそ、びくともしない。よし、これならどうだ。お、これがスーパーサイヤ人。なんというとてつもないパワーだ。とても下界の人間とは思えん。だが無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったのだ。どうして人間などに抜くことが。ぬぬきゃあ。やった。なんと。信じられん。いかがですか、トランクスさん。伝説の Z ソードの感触は。剣は昔から使い慣れている方なんですが、今のところそんなにすごい力があるようには思えません。そうですか。もしかすると使いこなせるようになれば剣の力が引き出せるのかもしれませんね。では剣を使っての手合わせでも始めますか。そうですね。ちょっと待ってください。実はこの剣すごく重いんです。今のままでは修行もままなりませんよ。だから少し待ってくれませんか。まずはこの重さに慣れるところから始めないと。なんと情けないことを。待ってください、トランクさんの言うことはごもっとも。修行よりも先に重さに慣れることを優先した方がいいでしょう。仕方ない。ならばすぐにその剣になれるのだ。はい。なぜキビトが指導役になっているんでしょうか。はっ。ああ、全く信じられませんな。こんな短時間であの Z ソードをあれほど振り回せるとは。ええ、素晴らしいですね。なんとか普通に剣を震えるくらいには慣れたと思います。うん、海王神様、次は実際に剣を使った修行に進んでは。そうですね、トランクスさん、いかがでしょうか。修行すると言ってもどうするんですか。もしかしてキビトさんと手合わせするとか。うん、いいだろう。
では。いえ、ここはトランクスさんとゼットソードの力を私自身で見極めたいと思います。いかがですか？え、海王神様と手合わせするんですか？海王神様自らのお手を煩わせるなど。大丈夫ですよ。それに私も少々楽しみなのです、トランクスさんとゼットソードの力を知ることが。わかりました。そういうことであればお願いします。はい、遠慮せず来てください。ゼットソードの力試させてもらいます。行きますよ。ええ、その力しかと見せていただきますよ。なるほど、思った通り素晴らしい力ですね。まだまだ、こんなものじゃありませんよ。こいつを気合え。どうですか、海王神様。これは予想以上のパワーです。そこだ、来ますよ。剣で戦うのも久しぶりな気がする。なかなか様になっていると思いますよ。はぁ、まさかこれほどの力があるとは。剣を使いこなしたらもっと強くなれるはずですよ。この辺りでやめておきましょう。これ以上は私が持たないかもしれません。素晴らしいですよ。我々が想像していた以上にとてつもない力をお持ちのようですね。やはりあなたを戦士として選んだことに間違いはなかったようです。そうですか。でも俺にはこの剣の力はまだよく感じられません。もっと使いこなすことができるようになれば何か見えてくるのでしょうか。トランクスよ、修行だ、修行をするのだ。Z ソードを引き抜いたお前ならできるはずだ。はい、やってみます。とはいえ、先ほどの手合わせで分かったのですが、もはや我々ではトランクスさんの修行相手は務まらないようです。それほどトランクスさんの力が素晴らしいのです。これは嬉しい誤算でした。そこまで言われると恥ずかしいですね。ですがやはりより強い相手と手合わせをした方が修行の効率は良いのでしょうね。ええ、確かにその通りだと思いますが。ふん、今この世には我々以上に強い存在はいない。我々が相手にならないというのなら、せいぜい頭の中で修行するしかあるまい。頭の中ならいくらでも強い相手を想像できるだろう。まあもっとも、そんなことが修行になるかどうかはわからんが。なるほど、それです、それですよ、キビト。ほ？え？どういうことですか？少しあなたの心の中を覗かせてもらって、そのイメージをより鮮明にあなたの心に投影するのです。うまくいけばその本人がまるで目の前にいるように見せることができるはずです。へえ、それはすごいですね。さすがは海王神様、我らにない発想をお持ちだ。では早速やってみましょう。あなたが手合わせしてみたい方を思い浮かべてみてください。修行の相手か。やっぱり強い相手との組み手が一番効率いいと思うけど。